ました。憧れの今はね、泊まってるホテルがね、5つ星だとしたら多分ね、ここはなんか7つ星ぐらいだと思いますけど、はい、バイアンツリーホテルです。バイアンツリーホテル水中ドア泊まってみたい。泊まるための偵察に来た。ただバーに行こうと思って。これがバイアンツリーのマークだよ。なんかもうね、あのね、たたずまいが違うんだよね、このクラスのホテルになると。本当にMumbao. It's okay. Go there and tonight and then leave again and go to 59 ball. Ah, okay. Thank you. It's a very beautiful hotel. Thank you. すごい素敵だよ。向こうがダイニングエリアで、こっちがバーエリアだと思う。だって59階ってすごいね、眺めが。あ、なんか私大きいバッグ持ってくるのとかじゃなかった。もっと恐れすぎた。化粧がないね、汗だくだから。せっかくなのでドリンク楽しみたいと思います。ビールかな、暑いから。着いたよ、着いた。ムーンバーっていうんだって。ちょうど夕日が沈む時ですよ。すごい綺麗じゃない。そう、なんかね、船のね、なんだっけ、敵をイメージしたそこに立ってるらしいよ。なんかね、こういうとこはやっぱおしゃれしてくるべきですね。本当に思った。スタッフの扱いとかも、ね、もちろん違うしね。まあ、でも来れてよかった。次は絶対おしゃれしてヒールで来るぞ。せめてスニーカーじゃなくてヒールだな。何もかもが好きで詰まってる。ちょっとマジでもうなんか動画やめて楽しみます。